はい、こんにちは、キトです。今日はね、久しぶりにコストコに行ってきたんで、コストコでね、今日買った商品をね、紹介しようと思います。まあ、お菓子ばっかりなんだけど、前回ね、まあ俺めったにコストコ行かないんだけど、前回行った時はね、まあ減量中だったんで、買える商品とかあんまりね、いろんなもの見たくなかったから、さっと買い物してさっと帰ってきたんだけど、今日はね、久々に行ったらね、もう何でも買えちゃうから、何でも食べれちゃうし、幸せでした。今日コストコって楽しいよね。帰り際になんかね、ハンバーガーとソフトクリームも食っちゃって、いやー最高だったね。コストコのハンバーガーって肉が超分厚くて、で野菜もね、すごいこう新鮮な感じがするんだよね。すっげーうまかった。ってのはまあ置いといて、今日買ってきたものをね、紹介しようと思います。まずはコストコといえばこちら、じゃーん、オイコス。まあこれ筋肉飯だよね。筋肉飯、これ1個でね、タンパク質 11.7 も取れます。カロリーも70キロカロリーぐらい、すげー優秀で、これね、普通のスーパーにも150円ぐらいかな、130円から150円ぐらいで普通のスーパー売ってるんだけど、コストコだったらこれ全部、これ1個ね、いくらぐらい、100円切っちゃうのかな、多分ぐらい安く買えます。だからコストコ行ったらこれね、2パック今日買ってきました。で次、このベーグル。俺ね、ベーグル実は超好きで、ベーグルって基本的にはね、脂質が超少ないの。だからなんだろう、トレマエカーボとかね、トレゴのカーボとかではかなりいいと。で1個ね、チョコチップ入り、最高だよね。のベーグルを2個、これめっちゃ安いんだよ。でそれから今日はもうね、今日ほとんどお菓子、こちら、じゃーん、ターキーのジャーキー、言いづれえな、ターキージャーキー。これね、あの結構甘いんだよ。あの甘い感じのタンパク質って感じ。まあ砂糖がっつり使ってるんだけど、すごいね、ちょっと酸味も効いたような感じで、めちゃくちゃ美味しいです。ぜひ食べてみてください。と、皆さんおなじみの、じゃーん、ブラックサンダー。これはね、間違いないよね。あの俺結構ね、トレーニング前とかってこういうの食うんだけど、これマジ間違いない、これ超うまい。でこちら、これね、あのみんな伝わんないと思うけど、これ 1.5 キロあんの。これすげえ、重量感半端ない。これが、まあ、クッキーだよね。バタークッキー、ハニーブロッサムクッキーって書いてあるね。まあ蜂蜜のバタークッキー的な感じだろうね。これはね、マジでうまいと思います。これね、食ったことない、初めて買った。でこちら、じゃーん、これ見て、これね、ポップコーン、キャラメルポップコーン。これね、あのキャラメルとチーズのポップコーンで、甘いポップコーンとしょっぱい系のポップコーンが一緒になってるパターンで、これこそね、無限にいけちゃう系のポップコーンです。だからこれ一発開けるともう全部食っちゃう、一気にってぐらいペロッといけちゃうようなポップコーンだから、これね、あの結構考えて食わないとオブーになるんで、皆さん気をつけてください。こちら超でかい、すごいよね、これ 700g ぐらいある、これ超重い。でそれからこちら、じゃーん、ハリボーグミ。これはね、なんだろう、まあ僕がね、グミ結構好きで、しかもその中でハリボーのグミが超好きだから、これにしたんだけど、このなんだろうね、この小分けにされた感じ、取れ前に1個とか、トレーニング頑張ったから1個食べるぐらいな感覚でいけるんで、これにしました。とりあえずね、買ってきたものはこんな感じ。これが気になって、これが気になるんで、ちょっとこれ食べてみたいと思います。これね、ほんと重量感がほんと半端ないの、すごい。
んな感じで入ってる。ハニーブロッサムクッキーって書いてる。読み方合ってんの？で、わっ、めっちゃテカテカ。わかるかな、この感じ。すげえテカテカ。どう？じゃあこちらいただいていこうと思います。いただきます。まあ匂いはね、めっちゃ油の匂い匂いは油。これ大丈夫？これめっちゃ油の匂いするんだけど。これ1個でね、120キロカロリーある。やばくない？結構やばい、ね、いただきます。柔らかい。めっちゃうまい、めっちゃうまい。あのね、ドーナツのオールドファッション食ってるようなイメージ。ドーナツの味がする。これね、韓国で有名なお菓子だし。うん、これはうまいわ。これね、一個じゃ止まんない系のお菓子。これ一個じゃ止まんない、ほんとに。これも食っていいよ。ブラックサンダー。まあこれはさ、みんな食ったことあるよね。みんな食ったことある系のブラックサンダー。しかも一個あたりね、ミニサイズだから、これぐらいちっちゃいんで、ちっちゃめ。いただきます。うん、うまっ。これはうまっ。うん、これやばいよ。これほんとね、ミスタードーナツのあのオールドファッション食ってるみたい、ほんとにがギュッとなったようなイメージ。うまいわって感じで、コストコで買ってきた商品紹介でした。まあ皆さんもね、コストコ行った際にはね、いろいろ買ってみるといいと思います。結構楽しいからね。って感じで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。